あ、はいどうも。もう絶対結構でした。はいどうも、楽しみしご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。はい、ハンバーグです。わあ、いい色ハンバーグ。あー、天才ですけども、後ろにいるけど、いい色ね、ハンバーグ。業務スーパーのやつでございます。安くて美味しいハンバーグでございます。ありがとうございます。あー、なんだ、足元。今いただきます。早速、本日こちらでございます。ありがとうございます。最近もうこればっかだね。最近もうこればっかでございます。はい、いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯です。今日はもうね、ずっと家にいて、いろいろ作業を進めておったり、いろいろ実験をしたりとかした日でありました。ミスター健康木島です。実験して、今日も最初からいっちゃおう。今日最初からいっちゃいます。お願いします。最初からいっちゃいます。ありがとうございます。たまにはちょっと、はい、かえです。贅沢にいっちゃいます。こうです、こうです。ありがとうございます。です。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、いいね、染み渡るね、今日も。うん、あー、今日のトマトもすごい。今日のトマトもすごい。うん、すごすぎる。またどこさんのトマトかみんな忘れてたけど、あそこのお店で箱で売ってるトマトは全部すごいね。毎回どこさんだったか半端じゃない。新大久保です。うん、うん、最高だ。ブロッコリーにも、あ、お、本当に美味しい。このブロッコリーもそう。今出ました？飛び出ました今。このブロッコリーも、新大久保のお店になる。素晴らしいな。ハンバーグは業務スーパーだけど、あ、このハンバーグ業務スーパーもあるから、新大久保に。でも新大久保の、あー、おいしい、あー、おいしい。最高だ、最高だ。めちゃめちゃ安いのに。十分ですよ、十分、大満足ですよ。あの、な、今日も天才。あ、ちょうどいい、ちょうどいいです。
今日結構進みましたよ。新しいことの実験もして、YouTube の短い動画のやつがあるじゃないですか。ショートかショーツか忘れたけど、そういう実験もした。あ、お手軽でいいっすね。それ専門でやろうと思ったら、動画投稿を初めてやるとか、やってみようかなとか、続けやすいんだろうなこれはというふうに思いました。簡単に言うかな、これまた YouTube からも YouTube の短い動画からも新たなスターが どんどんね登場されるんでしょうね。そう思います。若者、特に若者から順番順番、そうやってさ盛り上がっていてさ、市場というかパイというか、もっとどん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 大きくなるかね。いいことだと思います。賛成です。またやってみよう。今日実験でやってみたけど、あ、そっか、こういうことかっていうのがちょっとだけ分かったんで、今後ね、ちょいちょいやってみようかなっていうふうに思ってますんで、そっちの方もよろしくお願いいたします。これハンバーグもう一個で野菜はもうこの倍にしてもよかったな。なんかメッセージが来たぞ。確認します。今メール一件だけ消しました。LINE やら何やら来てたけど、そっちは開いてもらえないですもん。いいな。2、3個だと思うか。石川さん、パワーアップ長いな。パワーアップ、これ見てげんなりしたわ。 W ショートぐらいゲーなり、なんか目新しい
ことでのしろよ。限界春樹の山子学校は早々に閉校しろ。閉校したら乗り行きラジオに再就職させてやるから、今晩埼玉県桜区中島、読み方当たってるかわかんないですけど多分そう、に今日こそ来いよ。いいな。偽物の方ですね。有名人なんですよね、この名前は。聞いたことありますから僕も。確か偽物の方ですね。どうぞ話してあります。まるまるさん、また家系我慢できんかったんか。はるちゃん我慢できませんでした。美味しかったです。スペシャル家系ラーメン、濃いめ多め、ご飯数日無料でおかげで、あー美味しかったな。うん、美味しくいただいてきました。とてもありがとうございます。あ、オリゴさん、外食ラーメン動画の需要矢印ゼロ説。オリゴさん、とてもありがとうございます。ああ最近オリゴさんがまたたまに動画にもコメントを出されるようになりました。めちゃめちゃ嬉しいです。オリゴさん、本当に動画コメントゼロ人の時代に僕の心の支えとなってくださったオリゴさん、オリゴさんがまたコメントくださっててね、もう僕は本当に嬉しくてね。オリゴさん、とてもありがとうございます。しょっちゅうしょっちゅうじゃなくていいんで、たまにでいいんで、またこんな感じでよろしくお願いしますね。上田大輔さんいや痩せましたねいい男か、しかしうまそうすぎる、羨ましい。やりすぎケンタッキーでかい、美味しかった、めちゃめちゃ美味しかったです。とても幸せです。いい男には程遠い、一生かかってもなれませんけれども、嬉しいです。どうぞ、ありがとうございます。うん。おろしおさん、昔は丸亀製麺食べてたんだな、今じゃほぼ家系だからな。丸亀も食べたいですね、私しぶりに。懐かしい動画にコメント届かせられたす。トールさん、ふざけんなよパワーアップラーメン、これショート、そうそう、あ、そう、さっきの石川さんもそう、そのショートで実験でやったやつの動画にコメント届かせられたす。リュアさん、最後マスク外してからの咳はないでしょ、外なんだからマスクしたまま話せばいいのに。 DK ラーメンの動画のコメント届かなかったです、ごめんなさい。最後のエンディングの動画撮った時に、外で撮ってる時にマスク外してから咳したってことか、ちょっと覚えてないな、ごめんなさい。まあ、外だから外してもいいかなと思ってマスク外して話を、まあ人通り少ないところの端っこに寄ってやってるんですけどね、してやったんですけど、その時咳が出たんだな。咳が出そうなったらマスクしなさいよって。まあ確かにそうだよな、見てる方は分からないもんね、周りに誰もいないとかいるとか分かんないし、いなかったとしても咳する時はマスクするのが常識だろうみたいな考え方もあるでしょうし、まあ、そういうことなんだろうな。これがまあ何百人も何十万人も登録者がいる方だったら、もうねお店の中で話しながら撮っても
何も言われないんでしょうけど、僕なんかだったらまだお店の中で話してる動画だったら黙食しろって怒られるコメントの方が多いんだろうし、バランスって難しいな。まあ実際そう思われる方がいらっしゃるってことだからね。これは尊い話、ありがとうございます。ショートムービーですか。そうですか。そうです。失礼の愛子さん、尊い話。バカ孫子のレトロゲーム部屋、春樹を救いたい、嘘だけど嘘かいっていうことですね。これは尊い話、ありがとうございます。スペシャル AK ラーメンと、ああセイジゆきまるさん、濃いのはいいですね。いいですよね。いいですよね。AK ラーメン、この美味しいです。梅やゆきさん、痩せすぎです。体調は大丈夫なんですか、心配なんですが、どうぞ。ありがとうございます。絶好調です。公園弁当、チーズインハンバーグの動画にコメントをどうぞ。ありがとうございます。絶好調です。ということで今日は業務スーパーのハンバーグに、デザイズつけてもがより卵に、トマト、ブロッコリー、キャベツ、玉ねぎ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃう。